秘密の通路だ。とっくに知られてるじゃないか。さて、ここも安全とは言えないようです。貴様、パルシ人か。裁かれてる。少し静かにしてる。仲間を呼ぶのはうまい。奥義を探せ。奥義を捕らえろ。休みますか。なるほど。ではこのまま先を急ぎましょう。一体どれだけでしたの。まったく割り回らない仕事だ。何が王道だ。しかもエクバターナ100万円。どこかにまともな王はおらぬものかね。無理しない方がいい。王妃様のふりをするだけでも。あんたと王妃様とでは肌の匂いが違う。あんたが身代わりになって、その間に嘘つきの王妃様を逃がす段取りだ。身分の高い人は他人が自分のために奉仕し犠牲になるのは当然だと思っているから。だがそんな役回りは俺はごめんだよ。ではこれ以上あなたと共に進むことはできませんよ。危険だぞ。勝手に行くな。さてどうする。あの仮面男は王妃様を探しに行ったようだが、嘘つきの王妃様を救いに行くか、それともこれでさよならか。よし決めた。王宮へ戻るぞ。混乱に紛れて財宝の一部を頂戴しよう。ついでに美人もいたら頂戴しよう。出口はこっちか。その辺の偉そうなルシタニア兵も聞いてみる。さて、王宮への行き方を教えてほしいんだ。いや、俺は知らない。だけど、向こうの奴ら王宮へ向かう舞台のはずだ。これは何の鍵だ。とりあえずもらっておくか。さて、王宮へはどの道から行けるんだ。くそ、パルスの犬め。あっちだ。向こうの出口が王宮につながっている。よし、我らも王宮になだれ込む。神のご加護。
さて、あまり時間はないな。もらえるものはもらって、王都とはおさらばだ。